ブラジル公ジョゼは、ポルトガルの王位継承者。ブラジル公、ブラガンサお及びベーラ公。ポルトガル女王マリア一世とその福君ペドロ三世の間の長男。全名は、ジョゼフランシスコ・シャビエル・デ・パウラ・ドミンゴス、アントニオ・アゴスティーニョ・アナスタシオ・デ・ブラガンサ。ジョゼは、当時の王位継承者だった、マリア一世夫妻の第一子、長男として、リスボン郊外のアジューダ宮殿で生まれ。 当時の国王である祖父にして、叔父のジョゼ一世への先例名を受け継いだ。ジョゼ一世はそれまで、ブラガンサ王家の第一王女にのみ与えられてきた、ベーラ公の称号を、初孫ジョゼに与えた。王位継承者である母親のブラジル女皇マリアが、女性だったため、彼女に、男子の後継者が生まれたことは、非常に喜ばれた。1777年2月21日、15歳の、 ジョゼは母の妹で30歳のマリア・フランシスカ・ベネディタ、王女と結婚した。ベネディタは魅力的な女性で、以前からジョゼの有力な花嫁候補だった。このオイトーの結婚は、国王ジョゼ一世の強い意志で実現したものでもあった。二人の結婚から3日後、ベーラ校、ジョゼの祖父にして義父である国王ジョゼ一世が亡くなり、母マリア一世が即位した。 ジョゼはポルトガル王大使となり、同時にブラジル公を及び第16代ブラガンサ公となった。ブラジル公ジョゼは1788年に天然島にかかり、リスボン公に停泊していた王家の儀式を遊覧船の上で休止した。ジョゼと妻ベネディタ王女の間に子供はなく、弟のジョアンが王大使となった。 ジョゼの母マリア一世と妻ベネディタ王女の嘆きは深く、特にマリア一世の精神異常は、後継ぎ息子の創生によりひどく悪化した。ジョゼの意外は、ブラガン酒の歴代国王が眠るサンビセンテでフォーラ、修道院に安置された。ありがとうございます。